しいラーメン屋さんです。です。ラーメンと餃子が作ることができます。餃子がソーダ&コーラ味で、ラーメンがソーダ味です。です。作り方は簡単かな？わかりません。では、開けます。水も入れます。中に入ってたものは麺の素、スープの素、具の素、絞り袋、キャンディー、爪楊枝、フォーク、トレーです。中に入ってたものはこんなのです。まずトレーを切っていきます。トレーを切りました。次はこのキャンディーをこの大きさにします。どのぐらいなの？何ぐらいでいいの？このぐらいでいい？2分の1に切り分けます。もうちょっとこれ小さく、よし、できた。次これ置きます。ふってこれ置きました。ふってどれ、これトレーに乗せたよ。じゃあ具の素を餃子の皮に入れます。入れます。じゃあ挟みます。挟みました。できたー。私もギュッ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 。じゃあコウコちゃんこれ。できたー。もう一つもちょうだい。綺麗にできたよ。ほら、あそこここできた。うわ、ね、入れすぎた。そこのさ、残り分はさ、ラーメンにつけます。これも余った。もうピザみたいにできたね。ピザじゃなかった。餃子ができました。本物みたい。ぎっしり詰まってるから食べるとシュワッとするんだって。次はラーメンを作ってみるよ。まず水を線のところまで入れます。まずこのトレーに入れるよ。水を入れてね。入れたいよ。次。あ、いっぱい入れすぎ。あ、じゃあ巻き戻しましょう。次、スープの素を入れます。それ。そしたらこのフォークで混ぜます。塩がない。塩スープの素がなくなった。粉がないよ。混ぜました。コーラの匂いがします。次はここに線のところまで水を入れます。入れます。次、いい素がまだまだ麺の素を入れるよ。ドロドロ。見て、ドロドロ。で、混ぜるよ。で、混ぜてるけどね。絞り袋に絞りてるよ。に穴を開けます。開けます。爪楊枝を開けます。穴を開けます。穴を開けました。こういう感じにして入れます。どれ入れるの？ちょっと待って、絞ってみるよ。角から
出るよ。ではやってみます。絞るのが楽しい。ラーメンになってきた。おいしい。おいしい。もう食べたの。ラーメンできました。次はナルトと卵を作ります。この丸いやつを残しといたので型を用意してください。見て、これかけ全部押し具入れる。できました。私、まずこれ私です。ちょっと具が余ったのでラーメンにつけました。はかみどうです。おいしそう。にここのです。ほとんど自分で作りました。なのにとても上手です。です。ではいただきます。いただきます。じゃあまずラーメン。ラーメン、ラーメン長く作れたラーメン。ラーメン、ほら長いでしょ。見て、長いでしょ。甘い。おいしい。甘い。おいしい。見て、シュワッとする。コーラ、コーラの味が濃くない。そう、コーラ食べたくない。この餃子だけ写真撮って食べたくない。明日